はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでトムさんですね。はい、トップス日本版を一つです。で、まだ間に合いますね。今日そうします。はい、じゃあワンパックずつね、開けていきますので、でベースとインサートでシリアルはまあ都度都度ローダーに入れますので、はい、よろしくお願いします。こちらね、レギュラーの方は届きましたらご確認ください。もうこのままこう上に置いてって、でパッキングします。これまあパラレルじゃなくて桜釣り柄、この日本版限定になってるんですね。はい、マテオさんの75シリ、まず1枚、シリアルは4か5ですね。6が1回あったかなっていう感じですね。まあ、アベレージは、まあ、5出れば OK かな、というところです。まあ、レギュラーも、鈴木さんいて、ね、ボビーウィットいて、で、クリオいて、メンバーはいいので、もう上位ルーキーほとんどいますので、ね。まあでも、パックの約半分が、ベースだけのパックですので。うん。お、25尻だ。はい。ピッツバーグのピッチャーですけど、まあ、ルーキーです。金パラですね。はい。25シリが来ました。まあこうやって紙ベースの製品で25シリがポンとこう引けるって、シリーズ1シリーズ2アップデート、まあ簡単にはありえないですね。簡単に出るっていうのはありえない。なので、まあ、生産数が少ないのは確かなので。お、なんだ？あ、あれか。大谷さんのコメモラティブレリックだ。MVP。はい。お、15番ってトロフィー系の写真かな。あれ、どうだろう。あ、いいね。しかも、ピントが合わない。ピントが合わない。大谷さんにピント合わせてください。9999です。おー。いいっすね。まさに MVP。どうですか？店長の引き。いっぱい開けてるからね、BB。当然ですよね。はい、そうです。ちょっと酔ってるけど、うん。はい、コメモラティブパッチが来ました。ケースに1、2枚ぐらいですね、これね。うん、MVP の、だからオートがね、見ないんだよな。5番しかないのかな。でもそろそろ出るよね。どうすかね。99シリ桜パラは
ロドローさん、ルーキーです。はい、シリアル3枚目。お、75ですね。ロレンツォ・ケイン。9999-7575かな？あ、違う。9975-7550だ。あと3パックです。2パック。前もワッペン出た時ってシリアル4とかだったような気がするな。これもシリアルないですね。4だ。はい、ということで、シリアル4ですね。99が1つ。で、まあ、75が2つに50が1出てました。で、まあ、ワッペン含めて、まあ、シリアルのカードは5枚出たということですね。まあ、大谷さんね。はい。うん、15番いいっすね。この写真だと。はい、ということでね、今日発送いたします。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。